淡路島の酒造会社が去年の冬に仕込んだ清酒の貯蔵状態などを国税局の専門家に確認してもらう品質管理相談会が洲本市で行われました。洲本市の淡路納税協会で行われた品質管理相談会は、淡路市の千年一酒造と南淡路市の都美人酒造で作る淡路酒造組合が熟成させた清酒の貯蔵状態などを確認してもらおうと毎年この時期に開いています。会場には2つの酒造会社が去年秋から今年の春にかけて仕込んだ純米大吟醸や大吟醸など合わせて17点の清酒がずらり。大阪国税局の坂本和俊主任鑑定官らが順番に口に含んで香りや風味を確かめました。今ですね、聞き収させていただいた感じからいくと、うまく調和の取れた熟成ができているかなというふうに思います。2社ともですね、米の旨味をよく出した、作りができているなというふうに感じました。確認を終えた坂本鑑定官は酒造会社に対して清酒それぞれの熟成具合や出荷時期などに関してアドバイスしていました。今回鑑定された清酒のほとんどがこの秋から出荷されます。